今回ご紹介するのは東村西老人クラブのふれあいサロン。日頃の活動は気候のいい時を選んで年に4回実施しております。で、まあ今日は敬老会と同時開催ということで、まず喜寿と米寿の方をお祝いしました。はい、おめでとうございます。続いて楽しいイベントもありました。藤原の藤田さんにおいでいただきまして、アトラクション南京玉ざれとかお皿回しとか地元のことも取り入れて実施していただくと、皆さんこぞってこれを楽しみにお集まりいただいております。中には93歳と90歳のご夫婦が揃って参加する姿も見られました。こちらのふれあいサロンの日頃の雰囲気は、顔名前は知ってても普段なかなかね会話をっていうことは難しい場合も出てきます。こういう場を通じて普段お会いになってない方とも話される方もいらっしゃいます。有意義な時間を過ごした皆さん、今後への思いは、やっぱり健康に注意をして明るい横のつながりを多く持って、そして日頃の健康な生活を続けていきたい、まあ、それが最大の目的です。終始笑顔が絶えなかった東村西老人クラブの生き生き合計年齢は4005歳でした。心生き生きふれあいサロン東村西老人クラブ、健康に気をつけて頑張ろう。